はい、元市職員のカズです。昨年はですね、多くの動画の視聴者さんからですね、カズさんの動画のおかげで合格できましたよというコメントがですね、もう本当に100件近くぐらいいただいてですね、私も動画作るモチベーション上がっていろいろと上げていたわけです。で、今年もちょっと遅れたんですけど、皆さん明けましておめでとうございます。で、今年はちょっと全然違った取り組みもやっていこうかなって思うんですよ。で、皆さんちょっとなんだこれはって気になってると思うんですけれど、まあここに小さく書いてあります。実は当チャンネルのですね、この公務員試験対策の、講義動画は引き続きやっていきます。で、他の教え子、いろんな方を教えてる中で、私も志望動機とか自己 PR、こんな伝え方したら、もっと自分の魅力が面接官に伝わるような、伝え方ができるかなとか、そういった最新のノウハウはですね、当チャンネルで引き続き配信していくわけなんですけれど、実はですね、ちょっと他にも私やっぱりやりたいことがあってですね、で、いろいろといきさつがあって、この公務員試験対策アニメ動画を、作ることになったんですよ。で、なぜですね、この公務員試験対策のアニメ動画を作ることになったのか、理由3つあるんですよ。1つ挙げていきます。まず1つなんですけど、孤独になりがちな受験生の心の支えとなる動画を作りたいなって思ったんですよ。私もですね、やっぱ社会人で、公務員試験を目指すってなったら、結構孤独な孤独との戦いになっていったりするんですよね。で、なんか一人でこう悩んでてもどうにもできないし、で、なんか誰かに相談しても、そんな周りに相談しても公務員試験対策のことを理解してくれる人ってあまりいないん で、どうしてもですね、やっぱこう精神的に追い込まれがちなんですよね。で、特に民間と違ってその内定まで長いですからね。試験対策やってから次に筆記試験終わったら面接までももう数ヶ月かかったりとかしますので、もう大体1年のうちもう4分の1から半年ぐらい公務員試験対策、試験受けてから合格決まるまでそれぐらいかかったりとかもするので、本当に長い勝負なんですよ。で、こういった心の支えになる動画作りたいなと思ったら、やっぱり当チャンネルのその講義だけではですね、ちょっと真面目に伝えてるだけでは、まあ、これメンタル面のサポートにはならないだろうなって思うんですよ。で、ちょっと気分転換しながらもですね、しっかりとその試験対策できる動画何かないかなって思ったらですね、まあ可愛らしいキャラたちが面白おかしくいろいろと試験のその対策できるような動画を作ったらいいんじゃないかという話になりまして、今実はキャラデザインを固めていたりしております。で、このアニメ動画作る2番目のその目的なんですけど、やっぱりこの楽しく受験対策できる動画作ること、これに尽きるなって思うんですよ。私はですね、5年間自治体職員として働いていたわけなんですけど、市役所もですね、市民の健康増進を高めていきたいな、防災意識高めていきたいなっていう思いがあるんですよ。で、市民の方々にですね、それをですね、こう真面目な講座開いたりしてもなかなかやっぱり普及していかないわけなんですよね。で、だからこそ、健康増進策だったら自治体が、タニタ食堂などと連携してですね、美味しく食べられるような拠点を作って、市民たちが楽しく自主的に、健康に関する意識を高めることができるような取り組みやったりしています。で、防災対策ですね、これに関しても、少しそのお祭りなどのイベントと絡めて防災意識を楽しく学べるようなプログラムを作っていったりして、で、市民の方々に自主的にですね、施策の協力してもらうような取り組みやってるところが多いんですよ。で、公務員試験対策に関してもですね、これはまあ私も砂を飲むような思いで、いろんな暗記系科目だとか面接対策とかもやってきたんですけど、まあやっぱり人間ってこう楽しく学ぶとですね、ものすごく吸収しやすいわけなんですよね。で、また嫌にもならないので、やっぱりこの楽しく受験対策できる動画なんか作れないかなって私ずっと思ってたんですよ。で、いろいろと他の方にですね、やっぱアドバイスなどを求めた結果ですね、まあ最近はなんかその異世界転生のアニメとかそういうのもいろいろと流行っているし、そういったアニメがいいんじゃないかっていう話もいただいたりしたんですよ。で、実は私その市の職員やっていた時もですね、若いその方々
々にですね、その成人式で帰ってきたタイミングで自分の作った動画を流して、で U ターン就職を促すっていう取り組みやったりとかしたんですけど、まあ、あの動画流してその結果何人がその U ターン就職の意向高まったかっていう数値までは把握できなかったんですけど、やっぱりですね、こういった面白く楽しく見ることができるコンテンツで、それを見ることで学べるっていうのがすごくそのやっぱ習得する効率上がるなって感じたわけなんですよ。で、この動画見ているあの方々もですね、私のその講義動画すごい一生懸命聞いてくれる方もいて大変嬉しいんですけれど、もっとですねこう楽しく公務員試験対策の方法を学ぶことができる、そんな方法がないかなということで、ちょっとアニメ動画いいんじゃないかなっていうことを行き着いたわけです。で最後にあの3番目にこの動画を作る目的がありまして、それはですねやっぱり公務員の、あの仕事の魅力を伝えること、公務員いろいろと辛いこともありますし、外から見て何やってるかよく分かんないっていう、そんな受験生の方多いと思います。まあ、はっきり言って 99% の人は安定を求めて地方公務員になると思うんですよ。でだけどやっぱりその公務員の役割いろいろとこう明確に分かってくることで、面接でも明確に自分になりたいこととか答えることができますし、あとはですね、その受験対策のためにビジョンを定めるんじゃなくて、本当に自分のその人生設計の中で、公務員として私はこんなことやりたいんだっていう思いを自分の意思で決めていただいて、で試験に挑んであのもらいたいなって思うんですよ。でそのためにもその公務員の魅力を伝えること大事だなって思ってまして、これまでのその当チャンネルの講義でも、公務員のその魅力を伝えたりとかしたんですけれど、やっぱりですねもっとこう具体的にあのビジュアルで、視覚的にですね、その魅力を伝えると、まあ、もっともっとその動画の視聴している方々が公務員の魅力分かるな、公務員の仕事の役割も分かってくれるだろうなと思いまして、でいろいろと紆余曲折があってですね、ちょっと今別チャンネルで考えてるんですけど、その公務員試験対策のですねアニメ動画っていうのを作っていこうかなと考えているわけなんですよ。で、他にも、まあ、登場キャラクターはいるんですけど、ちょっと今これまた作成途中の、あのキャラのデザインになります。ですね、まあ、あの隣の子、この子は、まあ、名前が綾って言うんですけど、まあ、リクルートスーツ決めてですね、まあ、ちょっとそのおとなしめで努力家な、まあ、女の子なわけなんですよ。で、まあ、隣にいるこのなんかうさぎ耳つけてるこいつはなんだっていう、すごい気になると思うんですけれど、実はまあこいつの設定はですね、まだちょっといろいろ明かせないところはあるんですけれど、まあちょっとですね、異世界要素も加わっているような、面白く楽しく公務員試験を対策学べるような動画コンテンツを考えているわけです。はい、というわけでですね、ちょっと今日は全然当チャンネルの趣旨と違って突然アニメキャラみたいな、ものが出てきてですね、なんだこれはって思ったかもしれないんですけれど、今年はですね、これまでやってこなかったちょっと面白い取り組みをですね、ちょっと2月ぐらいからこれ始めていきたいなと。でそのためにいろいろとこう準備したりとかしておりますので、またぜひ引き続き当チャンネルを今年もよろしくお願いします。では今日は以上でございます。ありがとうございました。